さあ、やばいっすよ。あの、密かに、ちょっとやばいなと思ってるのは私だけじゃない。なんと、日本銀行やな、日銀がマイナス金利を、解除しようかと言ってるそうなんですよ。マイナス金利って何なんて言うところなんですけどね。一応まあまあ、マイナス金利とは何か、世の中の景気が悪いから、世の中の景気が悪いんでね、日本銀行やな、お金吸ってる日本銀行が、まあまあ各銀行に、お金を貸すわけですよ。日本銀行が各銀行にお金を貸すんですけど、それをですね、今マイナス金利なんで、まあ銀行は、日本銀行からお金借りても、お金ね、普通の銀行は日本銀行からお金借りても、国がやってる日本銀行からお金借りても、利息がほとんどかかれへん、利息がねほとんどかかれへんのが、それをもうやめようかと言ってるということなんですよ。だからどうなんねん、日本銀行が利息を取らないままお金を返してたやつが、まあ今ね、原因の一つ二つがあるのが、まず、春闘っていうやつやな。今大手の会社が労使協定、会社と、組合とかを入れまして、まあまあ、給料をベースアップ、ベアっていうやつやな。専門用語やけど、ベア、ベースアップをするかしないかってやってるんですけど、大手の会社が。実はね、一応岸田の責任じゃないけど、どこの会社も一応満額回答っていう形で、どこの大手の会社も、この4月から給料は上げてもいいですよっていう回答が結構たくさんの会社が出てまして、それを見た日本銀行が、それやったらまあまあ、銀行にお金貸すときに利息を取ろうかなって今検討してるそうなんですよ。これ結構危ない話で、結構危ない。で、まあ、労使協定がほとんどのベースアップが満額回答になった場合、日本銀行は日本の国のやん、日本の国の景気がいいやろうと判断した場合、銀行から利息を取り出して、銀行が利息を払うわけやから、今低金利やな、家買ったりとかローン組んだりするのが今すごい金利が安く、車とか家とか買う人のローンがほとんどの低金利な中、日銀がそのマイナス金利を解除すると、それに連動して銀行が利息を取ろうとするわけね。例えば信販会社でローン組んでる人とか、あとはどうやろうな、まあまあ言い方悪いけど、お金借りてる人ね。例えばまあ国民金融公庫、昔で国金なんかもそうですけど、お金借りてる人なんかの、これから借りようと思ってる人に利息がついてくる。で、利息がついてきたらどうなるのかやけども、もちろん利息がついたら、お金を借りる人が減るから、今やったらまあ金利が安いからお金を借りる人がいてんねんけど、お金の借りる人が減って、まあ、景気が後退する。で、実際のところね、正直ね、今の、24年3月では24年の3月ではね、まだね、景気が良くなったっていうね、実感は湧かないんですよ、まだ。なんでって言ったら、今の日本は恐ろしくインフレーションの状態なんで、物価が高くてお金の価値が低い、物価が高くてお金が価値が低い状態なんで、正直今マイナス金利をね、おそらく解除はしない
というところなんですけどね、明日明後日ぐらいに日銀がマイナス金利を解除しますって言うと、ダメージ受けるのがこれから家を買おうと思ったりする人ね。現金で買う人大丈夫やで。借金して家買おうとか、借金してローンで、車買おうとか、もしくはもうすでにローン組んでる人で、ローン組んでる人で変動金利を選んでる人の場合、これね、明日明後日ぐらいまでに、日銀がマイナス金利を解除するっていうと、4月やねん、4月からマイナス金利が解除された場合、7月から金利が上がります。変動金利やから。で、4月に入ってからマイナス金利が解除された場合、来年の1月ぐらいから、金利が上昇します。今日もねニュースでやってたけど、家を買ったりとか車買ったりする人が、これで減ります。なんで？利息が高いからやねん。今日も一つ例出してたけどね、家を買います。家を買う人で3000万ぐらいお金借りたとするやんか。3000万ぐらいお金借りて35年、ああいうのも3500万しとこうや。3500万で、3500万銀行からお金借りて、まあ家が担保になる。家担保に入れて、家を買って、35年でローン組んだ場合ね、だいたいね、12万ぐらい取ったのかな。35年ローンやったら12万ぐらいの今の金利やったら、3500万35年借りて、1ヶ月あたりがだいたい12万ぐらいやって言われてるのが、これね、マイナス金利が解除されたら、5年後か5年後か、125% 制限っていうのがあって、急に金利が上がったりするとローンが払えなくなる人が出てきたら困るんで、 125% 制限っていうやつがあるんですけど、それをしたとしても5年後に12万ぐらいの家のローンやった人は、おそらくね、変動金利やったら5年後には12万の支払いが15、6万もしくはもうちょっと上がるかもしれんね。15、6万とかで、今12万の人がいで、変動金利使ってたら5年後までは変えたらあかんということになってるから、5年後以降に16万とかぐらいになんねん。ということは、その5年後までに自分たちの給料がある程度上がってなかったら、家を手放す人が出てくんねんな。ローンが払えない人が。もしくは5年以内ぐらいに、例えば夫婦で働いているけど、夫婦が離婚したとか、給料が上がれへんとかなると、家のローン待ってくれませんから、やっぱり路頭に迷う人が出るのよな。車もそうやんね、今。まあまあ、ディーラーによったら、金利が 1%、今ね、今、車でも 1% の金利や言うてるけど、それがね、3% から 5% ぐらいになったらね、もうあれけど、ローンは組まれへんで。あ、僕は笑いながら言ってるけど、ローンは組まれへんで。ローンは組めない。待ってね、ちょっと変なものがあって。ローンがね、組めなくなるのよ。でね、結局、今日やな、ニュースでやってて、僕も見てて怖いなと思ったんが、この今のご時世にね、家を買おうっていう人おんねん。チャレンジャーな人やなと思うけど。で、頭金やな。今ね、これからね、マイナス金利がなくなったら、おそらくね、潰れる会社が出てくるで。銀行もだから、利息をたくさん取れへんかったら、
利息をたくさん払ってくれる人しかお金貸さなくなるから、おそらくね家が売れなくなったりとか、まあまあ車とかやな、あの高価なものが売れなくなったりとか。で一番問題なのがね、今すでに借金がある人やな。これはねいつの時代もそうやねん。今借金のある人は正直だいぶ厳しくなる。だいぶ厳しい。僕はね借金はねやっぱりしない方がいいとは思ってんねんけど、好きで借金する人はいないはずやねんか。今ね借金する人ってほんまは借金はしたくない人がほとんどやねんけど、これから先ね借金がねしにくくなる、もしくはお金貸してくれへん人が出てくんねん。あのね、知らない人もしかしたらいてるかもしれんけど、銀行って誰にでも平等にお金貸してくれるわけじゃないからね。人に、銀行は人にね同じ金利でお金貸してくれるわけじゃないから、やっぱり信用のある人、信用のある人は、金利が安い、安く貸してくれんねん。だからこれまで借りたけどちゃんと返してる人か、預金残高がたくさんある人ね、預金残高が銀行にお金いっぱい置いてる人がお金貸してくれって言ったら、もちろんそのお金を使えへんっていう前提やけど、安い金利やけど、正直ねお金を貸してくれない人が一定数出てくる。例えば今やったらね、僕もよく聞かれるから言うねんけど、携帯電話代が遅れ気味な方、携帯電話代あるよね。携帯電話代が、例えば本体カップで買ってる人やな、本体分割で買ってる人おるやん。あれ1回でも遅れたら銀行の余信が悪くなんねん。本体分割で買ってる人ね、携帯電話カップっていう言い方したら軽く考えるけど、あれってローンやからね。あれカップっていうのはローンやから、1回でも落ちひんかったら、下手したらね20代ぐらいの人やったら、20代の人で携帯代が1回でも落ちひんかったら、多分ねクレジットカードが作れない人出てくると思うで。今でも作られへんのに、これからねマイナス金利が解除されたら、お金のある人とお金のない人で、あの銀行金貸すか貸せへんが変わってくるから、これからやばいで正直。はい。で結果どうなんねんやけど、景気が上向かないのに、景気が上に向けんのに、まあ金利だけがつくようになると、おそらくもう岸田が辞めるぐらいでは済めへんやろと思うで。岸田がすいません言うて、あのほんまに謝ってんのかどうか分かれん岸田がやで、すいません言うても、おそらく、破綻する人が続出するやろうな今やったら。僕もねだから今そうやな、カードで物を買うことが最近だいぶ減ったな、この1年ぐらいで。カードで買う物を買うことが少なくなったんと、あのねクレジット使わせてくれへんとこが増えたやん。だから車屋さんとかもそうやねん。車屋さんとかそうやで、クレジットカードとか使わせてくれへんとこが増えてん。すごい。なんでって言ったら 5% 手数料取るからやねんな、クレジットカードは。5% の手数料取られるから、車屋さんもねカード使わせてくれんのが増えて、で現金がウェルカムになってる時代が今あるねん。それも日本国内だけやで、日本国内だけ。海外に出たら、海外はねおそらくやけど、そうやな、海外で、あ海外なんかで物買うたら円安の影響もろに受けるやろうな。日本のね、今の日本のね、あの円のね適正価格っていうのは、今もほら、日本国内に工場がないやんか、どこも。もう国内、日本国内に工場がないからやけど、
そうやな、適正な円の価格って言ったら今でも120円ぐらいじゃないのかな、120円から125円ぐらいまで。理想的なんは、理想的なんは110円ぐらいやって言われてんね、日本は。日本の円の適正価格はね、1ドルがね110円ぐらいが適正価格やって言われてんねんけど、まあ今景気が悪いからって言って、120円から125円ぐらいまで。今140円台後半ぐらいでしょ。これじゃあね、悪いけど日本の生産業やな、生産業の人は利益は出しにくい、そこにね、まあ主に、責任があるとしたら岸田、日本のトップの岸田が頭悪いからやけど、もしくは日本の岸田が頭悪くて、日本の岸田が頭悪いとこに、まあまあ乗っかってるやつがおるわけやね。円が高い方が得な人たちが岸田にぶら下がった結果、今言ってる人も、僕も早い時点でか言うてるやんか、早くから言ってるはずやけど、外国行ったらわかんねん、1万円を現地の通貨に変えたら、おそらくね、1万円札ね、現地の通貨に変えたとしたら、おそらくね、だいたい今5000円から6000円の間ぐらいね、あれへんね、半分ぐらい価値が。外国では日本円はね喜ばれへんね。だからあのね、芸能人とか、経済に明るい人やな、経済に明るい人はね、今預金はね半分ドルで持ってる人いてるんちゃうかな、米ドルで、アメリカドルで、もしくは、日本円が3分の1、日本円が3分の1と、あとアメリカドルを3分の1で、あともうあと3分の1を例えばユーロで持ってるとかね、分散してあのお金持ってるはずやね、口座作ってね、日本にあるから支店が、そこでね分散して貯蓄してる人がいてるな、いてる。ほんでね、マイナス金利が解除されたらどうなんねんって言ったら、家を買ってローンとか組まなくても、家を買ってねローン組まなくても、あのね、賃貸で住んでる人の家賃も上がります。賃貸で住んでる人の家賃も上がんねん。なんでって言ったら、その賃貸で貸してる人のね、オーナーさんもやっぱり銀行からお金借りてて、利息が高くなるからその分家賃を上げてくんね、多分上がると思うわ。で今度はそこに住めなくなる人が出てくんねんな、賃貸でも。本来やったらね、あのざっくり言ったるけどね、賃貸で住んでる人の家賃っていうのはだいたいね、自分の給料の、自分のもらってる給料のね3分の1ぐらいまで、頑張っても給料の3分の1ぐらいまでが、適正な家賃、もしくは家ローンで買う、家をローンで買いたいっていう人がおったら、ローンはね、車とか、家も含めてやけど、ローンはね、やっぱりね収入の3分の1までに納めとかなあかん。例えば分かりやすい例で言うたら、給料手取りで30万、給料手取りで30万もらってる人やったら、家の家賃は、10万まで。例えば今やったら、まあ手取りが20万の人がおっとするやん。20万の人やったら、6万から7万はきついな。20万の手取りやったら6万から7万の間。その6万から7万の間に、借金は全部押し込んどかなあかんねん。でね、家を買う人がおったらね、これ意外とね、分かってないなっていう人いてんねんけどもね、これから家を買おうっていう人が
例えば20代とか30代、結婚してるから、まあ独身か別としてやけど、これから家を買おうと思う人は、僕はね、お金が貯まってから買った方がいいと思うよ。今やったら、この景気の悪さは、お金を貯めてから買う方がいい。例えば結婚して、うちもあんねん一回な、結婚して子供ができた時に、子供ができた時にね、家を買うかって言ったことがあって、見に行ったことがあってんけど、結果としてやけどな、その家は買えなかったん。なんでって言ったら、当時ね、結婚して、子供がいてた時ではね、働いてる会社が弱かったって言い方がなんのかな。働いてる会社が弱くて、致命的な言葉があって、で、買うのを諦めたことがあんねん。その不動産屋だけやで、言ったんは。うちの嫁さんには言えへんかったけど、今でも覚えてんで。家がね、4000万ぐらいする家やってん。4000万ぐらいする家やってんけどね、当時結婚して子供もおって、給料もまあまあもらってたはずやのに、不動産屋に言われた言葉があって、不動産屋に言われたんが、僕のお父さんかお母さんやな、まだ若かったから、僕のねお父さんかお母さんに保証人になってもらってくれって言われたことがあるね、不動産屋に。何もしないのにやで、4000万の家買うだけで。ほんでそれがねイラッときたから、そのまま帰ってんねん。で嫁さんがその家が気になるって言ってんけどね、嫌やって言ってん、でその後やねんな、子供が、上の子がね小学校に上がる時にマンション買ってんねん、現金で。その時は現金で買ってんねん、家をマンション現金で買ってんのよ。でまあまあそこをね、買ったマンションがあってんけど、結果として、そこに家族は引っ越さなかった。引っ越さなかった。なんでって言ったら、電車が座られへんから、これだけの理由でやで。僕は生活を改めんのにやで、上の子が小学校上がるときやったら、下の子はもう生まれてたから、ちょうどいいと思ってたんやん。駅も近いし、ロケーションも抜群やからと思ってんけどね、結果として、買ったけど引っ越せんかって、ほんで、どうしてもその家が欲しかったもんやから、マンションやけどね、欲しかったから、結局僕だけで買ってん。僕だけで買ったんで、それがね、今、事務所に使ってるとこやね。結果としていい買い物やで。もう返済なんてもう10年かからんと返せたからね。10年かかれんかったから。で、今、だからそれと、あと、そこは今事務所代わりに使ってんやん。あることで使ってたからずっと。そのまま、僕が何かない限りは、そこはもう、あれやん、事務所として使ってるから、で、家賃をもらわなあかんねんけどな。ほんまやったら。家賃をもらわなあかんねんけど、ズボラかまして家賃もらってないねんな。それが溜まってんねん、ずっと。家賃が溜まってんねんけど、ズボラかましてるから家賃がね、溜まってんの今。で、たまにもらってんねん。まとまって家賃を。で、それでね、好き勝手やってんずっとな。これはありやと思うで、僕の持ち物やから。だから固定資産税やとかね、電気ガス水道を払わせるけど、固定資産税は僕は払ってんねん。
払ってんねんけど、事務所代わりに使ってんねんなずっと、うん、で家賃の代わりになるもんは何か欲しい時だけもらいに行ってんねん。ちゃんと貯めとるから、うん、これ合法的に貯めてるからね。でそれがね正直やけど、僕の生活の一部になってるわけや。これはねあると思うよ。まあ一回税理士さんかなんか言ってたら聞いたらわかるけど、僕はねそっちの方が得やと思ってんねん、うん、でちゃんとまあまあ申し訳ないけど僕非課税なんで税金がかかれへん程度にもらってんねん。税金がかかれへん程度にもらってんねん、うん、ここら辺はもう駆け引きやから。ほんでね、2年前やったかな、2年前ぐらいにやっぱりマンション 1個買ったんやん。マンション1個買って大阪市の今度は中央区に変えてん。ラッキーやん。中央区で買ったけど、現在家賃っていうか貸してないねんな今。そのまま買ったままの状態でなんとプラモデル置き場になってんねん中央区にあんのにやで。で、プラモデル置き場になってて一部屋がもう満帆やねん。一部屋 2LDK やねんけど一部屋満帆で、地震とか災害があった時やな、地震とか災害があった時に貸せるようにしてんねん。そこはそれともう一個事務所代わりに使ってるっていうとこも厳密には一部屋だけで行けるから、別に人の出入りが気になれへんっていう人やったら災害があった時にそこのマンションも貸してんねやで。でかな。であと去年、厳密には去年やな、23年に、一戸建ての家も手に入って、一戸建て手に入って、実はまあ一戸建てには手に入る前にもうすでに一戸建ての家一軒買ってんねやんか。大阪に買ってんねん、家買ってんねんけど、それはねそのまま固定資産税だけ払ってんねん。これね固定資産だけ払うのは OK やねん。その代わりね空き家にしてたら、空き家にしてたらね火災保険が高いのよ。空き家は火災保険が高いから、月に1回か2回ぐらいの頻度でそこで生活の居住実態だけ作ってんねん。例えば電気使ったりガス使ったりトイレ使ったりやな、電気ガス水道使って、居住実態があることによって火災保険安くして、でその家もほとんどプラモデル置いたんほとんどプラモデル置いてんで。であともう一軒が去年また家買ってんけど、あで手に入ったっていうとこは、買ったって言ったら語弊あるからな、家がね手に入って、そこはね、ちょっといろんなことがあったからまあ僕が買ってんけど、今月からかな、今月からその家の件はね家賃を払ってもらってんのよ。うん、訳ありで僕は手にした、手に入れてんけど、それにね家賃払ってもらって、その家賃を要は貯めてるわけやね。まただからね僕がね、まあアドバイスできんやったら家は、お金が貯まってから買った方がいい。なんでって言ったら、結婚して子供ができたから家買う人おんねんけど、その子供が大きくなるまでに働くまでに家のローンが終わったらええで。子供が大きくなるまでに家のローンが終わったらいいけど、その家のローンが終われへん間に子供が大きくなって家を出て行って違うとこで住んだら、その家ってもう価値がないのよな。もう生活の拠点が3つとか4つに割れても家のローンとか残るわけやんか。それってねやっぱりいい家の買い方じゃないから、やったら僕はお金が貯まってから買うべきやと思うねんな、ローン組まないで。だから僕らやったらね、20代の頃はそんなことなかったけど、20代の頃は30代40代今50代になってくると、どんどんねなんでか分からへんけど
お金の周りが良くなってくることがあんねんな。お金の周りが良くなってくることがあって、ほんでお金の周りが良くなってきたら何かにお金を買いたいわけやねんな。お金を何かに買いたいねん。でそのお金に買いたい何かが、例えばプラモデルやったりすることもあるし、例えば家買ってみたりやとか、まあ車買ってみたりやとか、オートバイはもういらんけどな、買ってみたりとかになって、で結果としてやねんけど、まあ近い人は知ってるはずやねん、買ってる経緯を。んでこの前も行ったとこで話しとったんやん。でどうなりましたん言うから、いや結果として、家は、僕のもんになりましたって言って、僕のもんにして、で家賃もらうことになりましてんと。でこれが損か得かって言ったら、今はねまだ結果は出えへんねんけど、おそらく僕の代じゃなくって、うちの子供ぐらいの、僕が死んだと子供が相続したぐらいから、子供がラッキーやねんな今度。子供がラッキーやねん。なんでって言ったら、そうやんか、僕が生きてる間はもらうお金は僕がもらうわけやん。もらえへん時もあるけど、1年間ね決まった額までは非課税やから、家賃もらっても非課税やからねんねんけど、一定の額超えたら税金かかんねやったらもらわん方が得やねんな。今の岸田政権ではね、働いた方が損なんやで。今の岸田政権では働いた方が損やね。例えば給料が2万円上がっても、給料2万円上がっても所得税やとか社会保険、厚生年金とか引かれたら、実際2万円給料上がっても実際は1万6千円ぐらいしかもらわれんね。会社が2万円給料上げても、でさらにその1万6千円から、消費税やなんやかんやって税金取られたら、もう働けへんほうが得なんやで。非課税の方が得やねん。その根拠を言うとってあげるけど、うちのおかんも言うとったけど、やで、大阪市民やったら非課税やったら7万円くれたんやで。2月に7万円くれて、物価高騰なんちゃら手当とか言って大阪市民全員に7万円くれて、所得の低い人に。僕ねちなみに所得は低いで。所得は低いから、所得は低いね。表に出る所得は低いからね。だからこれ YouTube やってるやん。YouTube やってるけど、広告収入ってね、もう Google がうるさいから、しゃあないから一部だけもらってんねん。税金が払える、税金と相殺できる分ぐらいは、税金で相殺できる分ぐらいは収入もらってるけど、まだ Google に溜まってんねんで、お金が。でこれってどうすんのって言われたら、おそらく僕が何かあった時に子供が相続することになんねん。子供が相続すんねん。であと保険代理店やってる言うとったやん。事務所使ってるからね。保険代理店も、保険代理店の手数料収入やな、保険代理店の保険料収入も、あれ実は相続できんねん。相続財産なんやで、あれ保険代理店の手数料も。今ずっと溜まってるけど、溜まってる分で保険代理店として税金取られてるけど、保険代理店として溜まってる分には税金かかってるけど、僕1円ももらってないから、いざっていう時に僕が何かあったら、うちの嫁さんと子供やな、うちの嫁さんと子供がラッキーやねん。バーンって来るから、その代わりお金もバーンって持っていかれんねんけど、まあ、それはうちの嫁さんと子供が何とかするやろみたいな感じで、結果だからマイナス金利になってら、マイナス金利の方が得やねんけど、マイナス金利が解除されたら僕は困れへんで、全て現金で済ませてるから。借金になる人は気をつけた方がいいな、これだけ言える。で方法論は教えられへんけど、やっぱり無借金、どこにも借金がなくて、毎月ね、お金が残るような生活をしとかないと、毎月借金なく
全部現金で済ませてお金が残るようにしとかないと、こうやって金利が高くなって物欲しいやんっていう時に、やっぱ苦労すんねん、借金があったら。だからあのね、日本で倒産する会社やな、日本で倒産する会社のおそらく半分ぐらいはね、借金がなかったら倒産せえへん会社が 50% はあると思うで、今 50% ぐらいあると思うわ、 50% ぐらいで。僕はだから借金ないやん、お金もだから、お金もだからね、ダム作ってもらってないみたいな状態ねんな。ダム作ってお金はもらってない方やねんけど、今日もなちょっと話しながらちょっと用事しててんけど、そろそろね、やっぱり自分が持ってるもの、年齢的にね自分が持ってるものに価値をつけて、でそろそろ反転しなあかんかなって思ってるぐらいやね、思ってるぐらい。だから今言ったよね、例えば僕は積み立てNISAはしないね、で株も買えへんしギャンブルもしないね。なんでって言ったら負けんのが嫌やからやんな。負けたら必ず勝つまでやりたいから、ギャンブルはしないから、もちろん株はしないし投資もしない。やるんやったら確実に回収できるものに投資したいな、確実に回収できるもの。今言った中に答えがあるはずやねん、今言った中に答えが。僕はだから別に65歳まで生きたいとは思えへんけど、老後は老後、要はもうこのまま働けへんっていうことのまま、働けへんっていうまま、もし働けへんっていうままね、年金生活に入ったとしたら、おそらく年金はもらわなくても生きていけると思うわ。年金なくても生きていけると思うわ。うん。そのためにやんか、ここ10年、15年ぐらいやな。ここ10年、15年ぐらい、もしくは20年ぐらい前やけど、から、ずーっとお金を貯め続けてたわけやん。貯め続けて、どうしたらいいんやろうってやってた結果がこれやね。だから今日も、ちょっとある人と電話で話しとってんけどね。資産やな、僕のお金になるものを管理する会社をやっぱちゃんと作った方がいいんじゃないのって今日言われてて、まあそれもそうやなって言って、どこにいくら何があるか分かれへんからなって、僕でないと分かれへんねん、だからなんですよ。まあ特にね、日本銀行やな、日銀がマイナス金利解除したら、マイナス金利半年以内ぐらいに潰れる会社、もしくはマイナス金利解除したらローンが払えなくなる人が、自己破産する人が多発して、多分日本経済はもっと悪くなる。でね、世の中が悪くなると、一応教えてあげるわね。世の中が悪くなるとどうなるのか、これ簡単で、世の中が悪くなったら、世の中が悪くなった分良くなる人もいてるわけやねん。どんな人って言ったら、やっぱりお金使うのが上手な人やねんな。お金使うのが上手な人、僕も知ってる人で、すっごいお金持ってる人知ってるからわかるで。それか商売やな、商売に長けた人が巨額の富を得て、で富を得られへん人はもう自利品の給料でローンを払って、もうフラフラの状態でずっと生きていくしかないのが多分見えるなっていう、そんな話だね。今日は特にね、日銀や日本銀行がマイナス金利解除するかしないかっていう検討に入ったっていうだけで、
急にバタ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 ってなってんのも事実やからね。田舎におったらバタバタしないけど田舎はバタバタしないで、田舎関係あれへんから、この辺は、この辺の田舎はね全く関係ないから。なんでって言ったら、この辺の田舎に住んでる人って、国民年金だけや。田舎に住んでる人国民年金だけやから、もらって5万から7万ぐらいや、国民年金だけの人。今日も言うとって、厚生年金に入ってる人やな、あの会社で働いてる厚生年金もらってる人で、2段階ロケットやから、2桁やっと超えるぐらいやんかな。今日なんかね、ある人から電話もらってそう言うとったわ。あのね、年金がね、今の年金で1桁しかもらわれん人、だから10万以下の人やな。10万以下の年金の人って全部の中で 8% ぐらい言われてんねんな。 8% の人が年金が10万ないねん。事実上もう生活できに言うた方がいいやろ。7万ぐらいしか、10万から7万ぐらいの人やから、うん、7% 生活できに人でね、2桁から2桁万円だから、10万から20万までの人が年金、10万から20万の人がだいたい 50% ぐらいやって言われてるらしいねんな。おそらくこの中に入る人がほとんどやと思うわ、ほとんど。で、まあ20万以上もらえる人っていうのが、おそらく、まあ、やっぱり 5% ぐらいいてんのかな、うん。で、全く年金がもらわれん人とか、すっごいもらう人がいてんねん、また別に。これはね、年金が全くもらわれん人っていうのは、やっぱり定職につけへん人と、非、あれやね、あれやね、年金がもらわれん人はね、その年数分年金が払える会社に働けてない人が、非正規雇用の人とか、だからアルバイトやな、で働いている人とか、自営業でも、年金が滞納してる人なんかが、そのハードルが超えられへんから年金がもらわれん。けどね、すっごいもらえる人もおんねん。僕ね、仕事で、ある会社におった時にね、医師会やな、病院の先生の医師会の、年金のやつをやってたことがあんねんか。あれって講習受けたらできんねんけどね、医師会の、入ってる病院の先生の医師会の、年金の積み立て言うたら、年間でね、何百万ってお金積むねん。で、それが60歳とか65歳になったら、まあ資産運用されてて、毎月20万ぐらいもらえるのかな。だから普通の年金と別に20万ぐらいもらって40万ぐらいもらわんねん。うっすやん言う人かもしれんけど、実際そんなんあんねんって制度は、うん。で、結局年金を頼らなくても、年金頼らんでも普通に暮らせんねん、うん。僕はね、最初にそれを考えたのはいつやろうな。やっぱうちのおかんとうちのおとんの給料を見て、これじゃあ年金はもらわれんやろと思ってて、うちのおとんとおかんは年金まあまあもらっとったんやで。それでも僕らの世代やな、昭和最後の昭和ぐらいの年代はね、やっぱ年金では暮らされへんねん、多分2桁超えるぐらいやから。ほんだらね、足らない年金の分どうすんねんって言って、今言わなくなったけど、年金では生活できひん分が老後2000万いるとか言っとった時あったでしょ。老後2000万問題って言って、働かなくなった後年金もらっても2000万ぐらいなかったら困んねんっていう話が出始めたぐらいから、どうやったらコンスタントにやな、コンスタントにお金がもらえるのかっていうのを考えた結果が、僕の今これがそうやねん。うん。おそらくだから僕はね、
年金がもらえるまでは長生きはしないけど、年金はもらえへんかっても子供やな、子供2人でいるから子供が生きていく分と嫁はんが飯食うていける分ぐらいはあると思うわ。うん、僕に何かあってもやで、うん、暮らしていけるだけのはあるやろな。でそれをお金に変えて一発で買えるのか、やっぱりちょっとずつもらっていくのかは、なかなか厳しい問題やなと思うけど、僕は困れんねんな。だから今もだからそうやで、職業今何してるんですかって言われたら病気療養中やこういう言い方してね、病気療養中やで、かといってね、もうないけど、職業を書かなあかん時って言ったら、自営業になるのかな。職業って言われたら自営業になる。投資家じゃないもんな、どっかに投資しないから。欲しいもんがあったら買って、まあ何か方法を考えることあっても投資家ではないからね。かといって今もう死後やけど YouTuber とかそんなんでもないで、広告収入って言っとけどね、もうほんまにお小遣いぐらいやで広告収入は。まあ僕も4チャンネルほど持ってるから、まあまあそれぞれがその意図があってやってるから、Google からのお金を当てにしないチャンネルならいくらでも持ってるようでやで。お金のね、どうやろう、令和に入ったぐらいって言い方が一番当たってるのかな。令和に入ったぐらいに僕の多分思ってる計画はね、うまくいったと思ってんで、令和に入ったぐらいで。だからコロナの前ぐらいやな、コロナの前ぐらいに僕の多分計画はもう成功してると思うわ。まだ全部がどれぐらいになってるのかっていうのを見たことはないけどね、うまくね、違法じゃないけど、今自民党がやってるあれじゃないけど、違法じゃないけど、うまくいったと思うで。世の中で、集めるだけの集めお金を集めて、いろんなところに、使って将来の保証を買ったっていうのかな。将来のお金の不自由、将来のお金の不自由を買ったせいで、お金で、で結果ね、今毎日やな、毎日僕と今ね、僕と、あと猫、僕と猫で、あと犬とモモンガが、まあまあ暮らせる十分なお金あるし、こう今後ね暮らしていけるお金十分あるし、今日もちょっと話しててんけどね、僕に何かあった時には、僕に何かあった時にはやで、僕のまあ持ってるお金を使って、せめて猫犬、モモンガまあ7年ぐらいしか生きひんけど、がまあまあ最後まで暮らせるだけのお金は準備できてると思うわ。であとまあ車とかオートバイの件も、オートバイも今年でも乗るのやめるから、オートバイの、まあ、今後どうすんのかも、まあオートバイさんと話しながら、展示、要は置いて見せるか貸すかっていうのも、まあ、今年中に決めると思う。オートバイは今年中にもう買えへんけど、貸すか見せるか、また隠すかやな、隠して置いとくかになると思うわ。車はね、一旦ね6台ぐらい、いやいや6台じゃないな、2台やろ今、大阪に2台置いてるやん。1台まだ来えへんやん、1台まだ来えへんやん、戦争終われんから。3台やろ、で今1,2,3,6,6,7,8,9
11台なんのか。車がだから11台保有することになんねん。この24年の間に11台の保有で、2台処分すんのかな。11台なんねんけど2台処分して、で多分その分母は変われんと思う。9台持っとくことになるのかな。車も9台、うん、それはね維持できんねん十分、うん、計算してるから。だからオートバイも14台持ってんねんけど、14台のオートバイはおそらく減らさないなら、ない減らさないでいけると思うわ、うん。たまにね聞かれんねやんか、どうしたらそんなにって言うから、まあ普通にサラリーマンやりたい人がおったらサラリーマンでいいと思うねんけど、ハイリスクハイリターンで勝負しよういう人がおるんやったらいつでも連絡くれたらいいで、いつでも僕んとこで、ハイリスクハイリターンで勝負したい人いてんやったら、その代わり成功したらすごい巨額の富は得れるけど、失敗したらもう世の中浮上できひんぐらいのリスクを背負っても一発勝負で何まあこの前もある人と話して笑ってたけど、一攫千金やな、一攫千金手にしたい人いてんやったら連絡くれたらいいで、その会社紹介してあげるから、そこで5年か働いてみ、人財産できんで。まあそこまで持ちこたえられへん人がほとんどやけどな。うん、僕はだからもうある程度はもう準備ができてんのよな、だから世の中の、うん、っていうそんなとこですか。まあ日銀やな、日本銀行がずっと重い腰やな、上げへんかったやつがとうとうマイナス金利解除しようかって言ってるみたいやから、ちょっとやばいんちゃうかなと思って、今借金ある人、今もうすでに借金がある人は覚悟した方がいいで。それとこれからローンとか組む人も気をつけとかないと、払えなくなった時に一気に詰まってくるっていうの。だから物を買う時は現金で買うっていう習慣を、つけた方がいいかもねっていう、そんな話題ですか。はい、取り留めない話題やけど